ビドベレツは、ユーゴスラビアマリボル出身のスロベニア代表サッカー、選手。US サレルニターナ1919 19所属。ポジションはゴールキーパー。2007年に地元クラブの NK、マリボルから、レネクルヒンと共に、イタリアのインテルナツヨナーレミラノに移籍。当初は、プリマベーラでプレーし、2007-08シーズン途中に、移籍したエンリコ・アルフォンソに代わり聖守護神の座を手に、する。 2008から09シーズンより、ジョゼモーリーニョ監督からトップチームに招集されるが、公式戦出場はなかった。2010年7月6日、セリエビーの FC、クロトーネにレンタル移籍。2010年9月5日に初出場し、シーズン途中にエマヌエレ・コンチェッキから定位置を奪った。レンタル2年目の2011から12シーズンは、ジャコモ・ビンディとレギュラー争いを繰り広げ、 やはりシーズン途中からレギュラーの座を確保した。2012年夏にインテルに復帰し、プレシーズンよりトップチームに帯同。8月30日に行われた FC バスルイトの UEFA ヨーロッパリーグプレイオフ第2戦で退場したルカ・カステラッチに代わって出場し、公式戦デビューを果たした。2013年7月、ダニエル・ベッサと共にポルトガルの SC。 オリゃ年製レンタル遺跡。2014年9月、トルコのコンヤスポルへのレンタル遺跡が発表された。2015年8月31日、セリエ A に初めて昇格したカルピ FC に1シーズンの契約で加入した。2017年7月7日、クラブ史上初のセリエ A の舞台を控え補強を進めるベネベントカルチョと3年契約を締結した。 2018年1月31日にクリスティアン・プッチオーニと入れ替わる形でシーズン終了まで UC サンプドリアへローンとなることが発表された。リーグ戦では終盤2試合の出場に止まったが CGK のエミリアーノ・ビビアーノが移籍したこともあり買取オプションが行使され翌シーズンよりサンプドリアへ完全移籍となった。2019年6月23日 アポルニコシアへ買取オプション付きで2シーズンレンタルされることが発表された。9月14日、アエルリマソール戦でリーグデビューを飾り、クリーンシートを達成した。5日後の19日には F91 デュドランジュとの試合で、インテル時代以来となる UEFA、ヨーロッパリーグ出場を果たした。2020年9月25日、US サレルニターナ1919 19に移籍した。 年代別の代表を経験した後、2011年2月にスロベニア代表に初招集。2014年6月7日、アルゼンチン代表との試合で A 代表デビューを飾った。その後は、ヤンオブラクに次ぐ第 2GK として定期的に招集を受けている。ありがとうございます。